アリサです。出版社で編集ライターとして働いています。今日は私のカバンの中身を紹介させていただきます。アリサさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私が普段使っているのが、ユニクロとジルサンダーのコラボのクラス J というラインの、レザーのカバンなんですけど、去年の冬ぐらいに出たものです。で、こう何が気に入っているかというと、このマチがすごいしっかりしてて、見えますか？これぐらい結構幅があって自立してくれてるっていうのがすごい私の中で大切な部分で、取材とかで現場に行った時にバッグを置くところがないとこう椅子の上で倒れてしまったりとかするんですけど、このバッグだとその床に最悪置いてしまってもそのまま立って中身がこぼれずいてくれるので、最近ずっとこれを使っています。確かにカバン待ちあるとそうやって自立できていいですよね。はい、そうなんです。結構本当にパソコンとか重いものを入れてることが多いので、なんかこうバタンって倒れちゃうことが多いので、本当にそれがなくなってめちゃめちゃ感謝してます。最初にご紹介するのがこの財布です。財布は持ち歩くときと持ち歩かないときとあるんですけど、持ち歩くときはこの長財布を使っています。これは、家族で、ベネチア、イタリアとかの方に旅行に行ったときに、父から買ってもらったものです。なんか色があんまり日本で見ないようなベージュの色なので、なんか珍しいなと思って買いました。だいぶ 2,3 年前ぐらいからずっと愛用してます。後ろにチャックがあるので、ここに小物とかおみくじとか私は入れて持ち歩いています。長財布派？そうですね、ちっちゃいのもいつか欲しいなとは思ってるんですけど、なんかこういい財布をなんかちょっと長めに大事にしたいなと思って、ずっとこれをに浮気をせずにこれをずっと使ってます。中は割とすいません、思いっきり入っちゃってるんですけどここに1列あって、ここにも1列あって、さらにここにもう1列お札とか紙とかが入るところがあるようになってます。で、手前のここにも入るので、ここにも、ここにおみくじ入ってました。ここにおみくじ入れたりとかしてます。で、コインはこの真ん中のチャックを開けると入れられるような感じになっています。カードも8万円ぐらい入るのかな。結構大容量の長財布になっています。ストランドというニューヨークの本屋さんで買ったポーチです。この中には仕事の道具を基本的に入れています。ニューヨークは親友と2人で旅行に行った時に有名なスポットを探していて、そこのリストの中に本屋さんがあって、そこで2人で買い物した時に柄違いで買いました。で、中はパソコンのこういう充電ケースとか、充電ケースじゃない、パソコンの充電とか、あとはその取材で使うレコーダーを持ち歩いています。今日も実は取材があるのでレコーダーを持ってきてるんですけど、このリトルグリーンでしたっけ、キャラクターは結構取材に行くとレコーダーをわーって並べることがあったりするんですね。そうすると最後持って帰るときに誰のか分かんないみたいになっちゃうので、私はいつもお邪魔にならないように置いて、端っこの机からこうやってグリーン面を垂らして使って分かりやすいように差別化しています。なるほど、いろんな媒体さんとか取材記者の方とかがこう同時に一度に取材をする。そうですね、はい、なんかコロナになってしまってからは減ったんですけど、たまにそういう時があったりとかして、コロナ前とかは本当に20媒体とかがガーって一斉に同じとこに集まってたりしたので、そういう時に、まあ、みんな同じようなレコーダーをこうやって並べてるので、なんかケースを置いとくわけにもいかないしっていうのがあると、一番目立つやつをつけてやろうと思って、ゲーセンで撮ったやつをつけてます。イヤホン、意外とその取材もパソコンでリモートでやったりとかする時あるんですけど、ワイヤレスイヤホンだと
接続が悪くなっちゃったりとかするし、マイクの入りがやっぱりちょっとこもって聞こえたりして、あの取材対象者の方にも失礼だったりするので、確実な有線を持ち歩くようにしています。結構オンラインというかリモート取材も多いですか？最近はほとんどリモート取材が多くて、対面でお話しすることは少なくなってきてはいますね。次がこのイヤホンです。絶対に音楽を聴いていないと落ち着かないタイプなので、もう通勤とか移動の時は必ずイヤホンが必要なんですけど、もう忘れるとちょっと遅刻するぐらいだったら取りに帰るぐらいなんですけど、これはイヤホンを持ち歩いています。ちょっと前まで3000円くらいの Amazon で買った黒いちっちゃいワイヤレスイヤホン使ってたんですけど、それが壊れてしまって、あの SNS で友達におすすめを募集したらソニーのがいいよって言われたので、これを買ってみました。一応型落ちになるのかな、一番最新っていうわけではないんですけど、あのその価格帯だと一番ノイズキャンセリングがいいよっておすすめされたので、ちょっとすごくお高いのを買うよりはなくしちゃうのが怖かったので、ちょっと安めの方にしました。で、黒とベージュがあったんですけど、あの黒がここの耳のところにボンってあると結構存在感があって、このイヤホン自体も結構大きい感じ、なんて言うんですかね、そんなに AirPods みたいにスマートではないので、あのより存在感を消されるようにベージュにしました。つけるとこういう感じで、こういう横に入る感じなんですけど、はいはいはい、これが結構黒だと目立っちゃったりとかしたのでベージュにしました。これなんか今日のお洋服とも合ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか茶色とか地味めというか馴染みやすい服が結構多かったりするので、こっちの方が合うかなとも思いました。次は仕事でもう毎日持ち歩いてるこのパソコンです。パソコンのケースは、親友におすすめされて Amazon で買った安めのケースなんですけど、緑が結構最近流行ってる緑色というか深めの緑なので気に入って、同じ親友と同じ色を購入しました。私が普段使っているパソコンがこのMacBook Pro のパソコンになります。で、パソコンにこだわりが少しだけあって、このいつも Apple で買うときにこの US キーボードのものを選ぶようにしています。高校1年で留学して、その後大学に入ったんですけど、その学部が国際教養学部って言って、こう英語で全部やるような学部で、日本語は本当に卒業式の時に一回聞いたか聞いてないかぐらいなレベルで全部英語だったので、日本語を打つっていうことがあのなくて、その場合なんかこうひらがな列だとあのカンマとかがめちゃめちゃ打ちづらいんですよね、うん、それがあったので、もう大学の頃からずっと US キーボードを使っています。で、それに慣れちゃったので、社会人になってからもUS キーボードのものをあの選んで注文するようにしています。こう見た目もシンプルになるので、意外と見た目の部分でも気に入っています。結構あれですか、原稿とか書かれるときは基本パソコン？そうですね、原稿を書くときは必ずパソコンでやっていて、携帯でやる方もいるんですけど、やっぱりタイピングの方が脳から直接こうわーって書けるのでパソコンですね。取材も最近それこそリモートが多くなってるので、あのパソコン使って Zoom とか Google Meet とかでインタビューさせていただくというのがあります。あと入稿作業、ウェブの記事とかだと入稿作業をパソコンで行ったり、写真の加工とかもするので、そういう面でも大変お世話になっていて、毎日欠かせない、持ってないと怖いみたいな感じになってます。お写真の加工もご自身でやられる？そうですね、なんか写真サイズを変えたりとか、ちょっと写っ
ってほしくないところ、こちらが撮った写真で写ってほしくないものがあったらトリミングしたりとかをしています。あとはプライベートでやってる活動とかで、イラストレーション、アドビイラストレーターか、アドビイラストレーターを使ったりとか、フォトショップをいじったりとかっていうすることが多いです。なんか取材行かれるときって、なんかご自身と、あとカメラマンとみたいな感じで行くイメージですか？そうですね。撮影がある取材になると、カメラマンを発注して、一緒に来てもらって、だいたい2人とかで行くことが多いです。私、普段持ち歩くものがすごく多いので、このバッグにプラスして、このサブバッグを持ち歩いていることが多いです。で、このサブバッグは、イギリスに旅行に行った時に、大英博物館でお土産で買ったものをずっと使用しています。結構生地がクタクタなので、いらないときはめちゃめちゃ小さく折りたたんで入れておけるっていうのが結構気に入っている部分です。この中に、いつも入れてるのが、なんかいくつか入れてもいいんですけど、iPad を入れて持ち歩いています。で、iPad は、その出版社で働いているので、紙面の、完成前というか、なんて説明したらいいの？ゲラっていうものを確認することがあって、それを PDF で今は見て、Apple Pencil で、赤字を入れて、編集の方に戻して修正してもらうっていう作業があるんですけど、それをパソコンで文字打ちですることもあるんですけど、デザイン部分とかを変えてほしいとかっていう時は、文章よりもこう線で引っ張って指示した方が伝わりやすいことが多いので、そういう時はこの iPad を使って指示して直してもらっています。編集の人からゲラ？ページ？私が確認するべきページみたいなのが送られてきて、はいはいはい、それを確認して戻すっていう作業になります。なるほど。それで赤入れを。そう、赤入れを Apple Pencil でやってます。パソコンとかで例えば、なんていうんですかね、赤入れをするよりもやっぱり iPad でなんか手でやった方が、そうですね、修正部分を編集の方が見やすいっていうのもあるんですけど、ここの部分なんか、なんて言うんだろう、修正してほしい部分を書く手間とかもあるので、なんだかんだこう手書きでわーって書いてしまった方、直接書いてしまった方が早いっていうのもありますね。で、このケースは、なんてことない Amazon で買った、クリアケースなんですけど、ものによってはこのペンがケースをつけると、つかないものもあったりして、ちゃんとつくやつを選びました。ちゃんとマグネットでついてくる。で、前面のカバーも考えたんですけど、ケース自体が、もともと荷物が多いので、ケース自体が重くなってほしくなかったっていうのと、持つときもなるべく軽い方がいいって思ったのと、あんまりこう、外で出すことはないので、机の上に座って使うことが多いから、まあ、前面の保護はなくてもいいかなと思って、フィルムだけで保護してる感じになります。どうしても 500g ぐらい増えてしまうというか、小さいものですけど、もう元が多いので、なるべく減らしたくて、スリムなものにしてます。本当は最初に紹介するべきだったんですけど、携帯です。と、基本的に携帯は、仕事でも使うので、毎日もちろん持ち歩いてるんですけど、iPhone 12 Pro を使っています。自分で今ギターを練習していて、その動画を撮ったりすることもあるので、カメラがいい方が良くて、12じゃなくて12 Pro にしました。で、ケースは、ウィンダンシーっていうブランドとケースティファイのコラボのケースを使っています。なんか黒でシンプルで、カジュアルにもなんかちょっとモードな感じでも持てるようなデザインを探していて、これに行き着きました。
一回仕事でも動画をウェブ記事で上げるってなった時があって、結局 iPhone で撮ったものが画質が良くて、それを使って掲載したこともあります。ロールバーンのノートです。取材のメモとか、あとは取材中のメモはもちろんなんですけど、自分がこう何を聞きたいかみたいなのを整理するときに書くものにしています。やっぱなんか取材の前とかはなんか事前に調べて質問とかを考えたりっていう感じで。そうですね、大体いただいた取材時間の中で収まるように、質問案をいくつか考えていくんですけども、大体20分だったらこれぐらい聞けるかなっていうのをわーって書き出していって準備してますね。取材前に準備として前にその取材対象者の方がインタビュー受けられてた記事とかを見て、そこで話してたことを元にちょっと新しく質問を考えたりとかもするので、そこに書いてあったプロフィールとか、なんか好きなものとか、その時ハマっていたものとかをちょっとメモして持ってったりすることもあります。次がこの名刺入れです。この名刺入れは入新卒で会社に入った時に両親から買ってもらった名刺入れです。なんかこの色もそうなんですけど、傷、結構ガサツに扱っても傷がつかない革の素材になってて、フルラの名刺入れなんですけど、この色もなんかなかなか見ないピンクで、ちょっと落ち着いた大人っぽいピンクなので、気に入ってずっと変えずに使っています。で、色がなんか私的なあれなんですけど、小学校ぐらいの時に使ってたランドセルの色と一緒で、なんとなくこう大人になってからもこの色が使えるのはすごい嬉しいなと思ってずっと使っています。ランドセルも当時私真っ赤じゃなくて、ほんとこういうピンクっぽいツヤなしランドセルみたいなのを親が選ばせてくれてそれ使ってたんで、なんかそれにちょっと戻ってきた気分だなと思いながら愛用しています。色味の系統は、そうですね、こういう色が好きなのかもしれないんですけど、あんまりこうパキッとしてない、ちょっとダークな要素が入ってる方が好きなのかもしれないです。このキーケースです。もう結構ずっと使ってて、使用感たっぷりのイルビゾンテの革のキーケースなんですけど、私が一人暮らしを始めた時に自分で購入したものです。で、なんか明るい色の方がお家にいい気が入るかなと思って普段選ばないオレンジにしました。で、お家の鍵と実家の鍵と2つ入れてて、こうチャラチャラしてる感じなんですけど、もうキーケースカバンに入れるっていうよりかは、カバンに入れてるはいるんですけど、結構ポケットにボンって入れちゃったりすることもあって、傷ついたりとかするんですけど、なんか革だからこそ結構傷ついてもそれがおしゃれみたいな部分もあるので、ずっと長く使っています。ちょっと結構黒ずんできてる部分もあるんですけど、なんかやっぱ自分で買ったものだからか気に入って使っています。次がちょっと休日に持ち歩いてるものでもあるんですけど、このフィルムのオリンパスの一眼のカメラです。大学卒業したぐらいで確か買ったんですけど、そこからしばらくあんまりこのカメラと仲良くなれなくて、なんか露出系の使い方が分からなくてちょっとしばらく眠らせてたんですけど、2年ぐらい前から急にちょっと仲良くなって露出系の使い方も覚えて、すごい綺麗に写真が撮れるようになったので、それから結構ずっと持ち歩いています。フィルムなので現像とかもお金かかっちゃうんですけど、出来上がりがやっぱり見入れた時の、あ、こうやって撮れてたんだっていう感動がやっぱデジタルよりも勝る部分もあって、デジタルも好きなんですけど最近はフィルム熱が熱いっていう感じで持ち歩いています。あれですか、露出とかも完全マニュアルな感じですか？
そうですね、完全マニュアル。あ、完全マニュアル、あの F 値っていうんですか、はい、とかマニュアルで、はいはい、シャッタースピードもマニュアルなんですけど、唯一露出だけ測れるので、ここで露出測ってここに出た数字に合わせてこっちのリングを動かして決めてパシャって感じなので、結構撮るまでに時間がかかっちゃうんですよ、うん、なのでこう撮らせてもらえる人とか友達で探して撮ってます。なかなか結構こう難易度の高いカメラ。そうですね、そのフィルムカメラにした理由とかって。難易度高いなとは思ってたんですけど、オールドレンズを一眼、デジタル一眼につけて使ってたので、あの使い方、その露出の測り方みたいなのはなんとなく自分の中で勉強は済んでいて、そこからのこうフィルムへの切り替えだったので、カメラ屋さんと相談して、そこまでできるんだったらこのマニュアルでも大丈夫じゃないっておっしゃっていただいたので、これにちょっと挑戦してみたっていう感じです。取材とかでは全く使えないんですけど、取材とかでは会社のちゃんとしたカメラを使って持ち歩いて持ってっては、自分で撮るときは持って撮ってるんですけど、そうじゃないときは逆にフィルムでっていう感じになってます。こういう感じで結構最近あの日差しが出てきたので、このサングラスを持ち歩くようになりました。サングラスはジンズのジンズサンというラインを使っています。で、去年購入したんですけど、黒くないのか、このなんていうんですかね、あんまり真っ黒いサングラスだと顔上での存在感がでかくなってしまうので、薄いけど薄くてマットな素材、フレームのものを探していて、これがすごいあのそんなに野蛮に見えないというかあの結構上品な、形にしては上品に見えるデザインだったのでこれにしました。で、一応ドライビングサングラスっていう名目らしくて、あの実家に帰ると結構最近運転することが多いんですけど、ドライブ行った時とかはこれに頼りきりで運転してます。こういう感じ。なんか睡眠に合ってる。あ、確かこういう感じこういう感じでやってます。で、服によってちょっと変えたりもするんですけど、あと最近ここ1年ぐらいでやっぱり持ち歩くようになったのがこのエコバッグです。で、これカルディで250円ぐらいで売ってるエコバッグなんですけど、なんか黒だしシンプルだし全然こうファッションも邪魔しないのでお気に入りで、結局これをいつも持ち歩いてます。で、綺麗に畳まなきゃいけないってわけじゃなくて、結構ぐしゃぐしゃにして付属のポケットに入れ込むだけなのですごい便利です。で、柄はこういう感じにカルディのロゴがついてます。で、色も結構展開があって、赤とか黄色とかカラフルなのが好きな方はそれが結構いいかもしれないです。結構カルディは行かれますか？カルディは行きます。あのカルディはその留学してたこともあって、ちょっと向こうのアメリカのお菓子とかちょっとだけ食べてた時期があったので、なんか懐かしいものとかもいくつか売ってて、ついついこうあると入ってしまうお店ですね。あとコーヒーを自分で粉でこうドリップ入れてしてるんですけど、コーヒーの粉もカルディさんであのグラムで買えるので、ついでに買って帰るみたいなことが多いです。畳む時はこうぐしゃぐしゃとして、このポケットに入れ込むだけなので、ズボラな人でも入れられる感じです。これもやっぱコロナになってから持ち歩くものなんですけど、イソップのハンドジェル、あの消毒のジェルになります。一回あの友人に
プレゼントするために買ったんですけど、その時にその場で友達がつけてくれて、その匂いがすごい良かったのと、つけた後の手の感じがパサパサしないというか、ハンドクリーム塗った後みたいなしっとりさ加減があったので、すごい保湿にも優れてるみたいです。匂いもすごいなんかイソップさんの匂いがするので、好きな方は本当に好きだと思うし、1000円ぐらいで買えるので、ちょっとプチギフトみたいな感じで使ってみることが多い、使ってみるとか買ってみることが多いです。このイソップのハンドクリームです。消毒のジェルもそうなんですけど、手を洗うことが増えて結構やっぱ乾燥が気になるので、いつもハンドクリームを持ち歩いてるんですけど、これも最初はいただき物でもらったんですけど、使っていてすごい気に入ったので自分でもう一回購入して持ち歩いています。香りもなんて言うんだろう、仕事とかでちょっとストレスが溜まった時につけてもリラックスできるような香り、手洗い行って戻ってきてふーって息つく時につけるとすごいちょうどいい香りだなと思って使っています。アクセサリーポーチです。たまにその今お仕事が業界の携わっている業界の関係で、お昼過ぎぐらいから働き始めることが多いので、午前中が空いてるんですけど、その時間で撮影の仕事をさせていただくことがあって、美容室さんでのサロンモデル、そうですね、サロンのモデルとか、カタログ、紙面のカタログのモデルとかをさせていただくことがあって、で最近ファッションの方でもお声掛けいただくことが増えたんですけど、そういう時にその場に行って見せていただいた衣装に合わせて結構アクセサリーを自分で出すとか、自分で持ってたものを使うこともあるので、その時のためにここに全てを入れて持ち歩いています。結構わらわらと入ってるんですけど、お気に入りはずっとつけてるものなんですけど、これは最近買ったナインっていう、ナインさんっていうインスタグラムでアカウントがあるアクセサリーショップのリングです。結構プチプラというかデザインがすごいおしゃれなんですけど、手の届きやすいお値段で販売されているのと、リングがこの調節可能になってて、リング自体は確か14号とかなんですけど、これを自分の指に合わせてギューってできるので、それがいいなと思って気に入って使っています。で、人差し指のこっちのリングは宮古島にその家族とよく行くんですけど、そこでなんか昔から通っているというか、なんて言うんだろう、顔見知りのアクセサリー屋さんがありまして、そこの方が販売されているシルバーアクセサリーをつけています。なんとなくそこで買ったものを宮古島で買ったから普段つけていてこうふと思い出せたりすることが多いので、結構気に入ってつけています。この中でお気に入りのアクセサリーは、アクセサリーというよりは時計が1個あって、このヘルメスの時計です。これは母からお下がりでもらったやつなんですけど、ちょっとオーバーホールをまだできてなくて、時間がちょっとずれちゃったりとかもしてるんですけど、アクセサリーとしてこういうお洋服だったりとかに合わせると、いいねって言われることが多いので、これも普段持ち歩いています。ちょっとお出かけ系のお洋服に合わせられるので気に入っています。次がこのコスメポーチです。ポーチは海外旅行、イギリスかちょっとイタリアか忘れちゃったんですけど、家族旅行で行った時にお土産で買いました。大中小って確かポーチがついてて、その中の中サイズだったと思うんですけど、ハロッツのポーチが
が確か空港とかで売ってて、あ、なんかすごいお得と思って買ったんですけど、それが今でも健在で使っています。このポーチの中には普段化粧直しで使うクッションファンデを入れてたりします。これは NARS のモンブランっていう色のクッションファンデなんですけど、1年前ぐらいから使い始めて、その撮影の時もそうですし、普通に普段顔を見て顔を出す時につけてます。マスクなのであんまり毎日つけてるわけじゃないんですけど、だからこそつけ心地が軽い方が普段とのギャップが少ないので気に入っています。もう一個持ち歩いてるのがこのラロッシュポゼの日焼け止めです。これはもう結構数年ずっとお世話になってるんですけど、普段はこれ一本にコンシーラーとかで直して出勤、会社とか仕事は行くようにしてます。肌がちょっと白めなので年中日焼け止めを塗るっていう約束を2年前ぐらいに自分として、そこから冬でも絶対化粧下地として使い続けてるものになります。つけただけで結構肌がトーンアップしてくれるので、顔色が悪く見えなかったり、顔色をちゃんと良くしてくれるんで、お肌が綺麗に見えるんですけど、あとは成分も肌に優しい成分を使っているみたいで、つけてもなんて日焼け止め特有の匂いがしないというか、全然こう日焼け止め感がないっていうのが推しポイントの一つです。あとはこのロエベの香水を持ち歩いています。いつも持ち歩いてるのは女性の香りの方なんですけど、家で つける時はこのマンの方と重ね付けして使っています。でこの香水はなんだろう、ちょっと前に嫌なことがあった時に何か自分にご褒美をあげようと思って香水を探していて、ルエベさんのお店に行ったら店員さんがこのミックスしてつけるやり方すごいいいですよっておすすめしてくださって、その場で匂いを3種類、女性用ミックス、男性用だけで3種類嗅いだんですけど、その中でやっぱりミックスが一番自分にしっくりきたので2つ購入して重ねて使っています。ミニポーチです。これは大学の友人がモロッコか台湾かちょっと忘れちゃったんですけど、海外のお土産で、買ってきてくれたポーチになります。結構刺繍がなんていうのめっちゃ細かく入ってて、私のイメージに合わせて買ってきてくれたみたいです。でこの中にはお薬とかすぐパッて使いたいコスメとかを入れてるんですけど、基本的にリップとか入れてます。でリップはいつも下地に DHC さんのリップを使っています。特になんか無臭なので他のリップの匂いとか自分の香水の匂いと喧嘩しないっていうのが結構いいポイントなんですけど、あとはスリムなのであんまりかさばらないっていうのがお気に入りです。保湿もすごいしっかりしてくれて、冬もこれで全然乗り切れます。でお気に入りのリップを何個かその撮影用とかで持ち歩いてるんですけど、1個目がこのセルヴォークの10番の色です。結構セルヴォークだと9番を使われる方が多いと思うんですけど、私は10番の方が好きで年中使ってます。本当にこれ使いすぎてそこがもうなんか底見えっていう感じなんですけど、こういうちょっとダークな赤オレンジっていう感じです。今日つけてるのはこのシャネルのリップになります。ルージュアリュールインクの226番をつけてます。もともとマットリップなんでそのままつけるとマットな感じになるんですけど、
今あのこの THC のリップをつけた上にこれを塗るとそんなにこうマット感が強すぎず、でもマスクつけても落ちないっていう絶妙のバランスを発見して、それからずっとこれにお世話になってます。中が結構こうちょっとドス黒いというか濃いめの深いピンク紫みたいな色なんですけど、唇にのせるとこういうなんだろう感じになります。でこれ確か一度塗るとちょっと足したぐらいなんですけど、もっと濃くした時はさらに重ね付けするとパッと色が出ます。あでもうん、あいい感じです。発色いいですね。結構発色良くて、なんか顔の血色悪くなりそうな色ではあるんですけど、結構そんなことなくていい色です。もう一個は今度はオレンジのマットリップも一応持っていて、それがセルヴォークのエンスロールマットリップスの05番、レンガ色みたいな色なんですけど、これもこれは結構カジュアルな服を着るときに使うことが多いです。こっちもシャネルはこういう洋服のときに使うときが多くて、一応その撮影のときにメイクしてもらう、メイクしていただくときの方が多いんですけど、一応自分のリップとしてご提案できるように持っていることが多いです。今は出版社で編集ライターというような役割を担っていて、基本的には取材メインで働いています。どれぐらいお仕事はされているの？ちょっとアバウトになってしまうんですけど、2、3年ぐらいですね。新卒で入られて？新卒じゃなくて転職して入ったんですけど、もともとは外資の IT、 ドイツ系の企業のIT 会社に入ってたんですけど、ちょっとしばらく働いてなんかちょっと違うかもしれないと思って退職して、ちょっと全然別のこの業種に就くことになりました。この業種を選んだ理由はどういうところだったんですか？結構今取材させていただいているのがエンタメ系のお仕事をされている方々なんですけど、私自身が結構そのエンタメ、ドラマとか映画とかに影響を受けた部分が人生の中で大きいなと思っていて、その高校の時に留学したのも当時見ていたそのドラマ、海外のドラマとかに影響されて留学に行きたいって思った部分があったので、なんかそういう人の人生に影響を与えるコンテンツを作っている人たちとお話ができる職業って素晴らしいなと思って興味が出て、この職業に就きました。もう結構そうすると職種としては割とガラリと変わる感じ？そうですね、職種としてはかなりガラリと変わりました、そこのギャップに関してはあんまり、自分がちょっとやってみたかった分野に飛び込めたっていう感じなので、そのギャップに苦労とかは全くしなかったんですけど、全然気をつけるべきところとかが前職とは違ったので、楽しみながらも続けている感じです。なんかたまたま私がその見つけたというか、お世話になってる今の会社が未経験でも OK っていう会社だったので、やってみるかと思って受けたら受かって退職したっていう感じです。へー、そうなんですね。実際やってみてどうですか？実際やってみて、なんかそのやっぱりお話しするのがエンタメの最前線を作ってる方というか、そのテレビのクリエイティブなところで最前線で頑張っていらっしゃるプロデューサーの方とか出演者の方とお話しできるので、なんかこう皆さん見てる世界が全然違うというか、そんなところまで気をつけてるのかとか、そういうところまでこだわって作ってるんだなっていうのをお話を通してすごい感じることがあって、なんかその精神がその自分
にも結構知識というか、それこそ影響というか蓄えられていってる感じがして、大変な日々をこなしながらも、その視聴者の方に向けてより良いコンテンツを作ろうと思って走っていらっしゃる皆様なので、すごい刺激を受ける部分がたくさんあります。取材させていただく方にとってもメリットになるような記事というか取材にしたいなと思っていて、まあ、例えば記事で次どんなことがやってみたいっていうのを私が掲載したとしたら、それを何かで見た違うプロデューサーさんとかが、あ、じゃあこういうお仕事をお願いできそうって思ってもらえることって多分きっとあると思っていて、そういうのをこう生み出せていけたらなって思う部分もあったり、あとはやっぱりその作品でしか見られないその人の素顔だけじゃなくて、やっぱ素顔というか、その人がどう考えてお仕事されてるのかとかで、あんまり意外と見ない部分だったりするので、そういう部分をインタビューの質問で盛り込んでお伺いするようにしています。私は結構その場が盛り上がればいい話が出てくるのかなって思っているので、自分がテンション高めというかになって、なんかあの作品良かったですとか、そういうお話を伝えられる状態に自分をして、こう雑談ベースでお話ししていくと、意外とその今聞きたいことが聞けたりとか、なんか向こうも、あ、ここまで知ってくれてるんだって思ってもらえると、なんだろう、話が出てきたりすることが多いなと今までの経験では感じているので、そのあたりですかね。そうですよね、そういうの大事ですよね。細かいことだとは思うんですけど、あの記事読みましたとか、あの作品のあそこ良かったですとかは必ず言えるようにして言って、あんまりおしゃべり得意じゃないのかなと思ったら、なるべくこっちがしゃべるようにしたりとか、こう熱を伝えられるようにしています。アカペラサークルはなんかなんで入ったんだ。アカペラサークルはもともとグースハウスさんっていうユーストリームとか YouTube で活躍されている、まあ、今はちょっとプレイグースっていうグループ名に変わってるんですけど、方がすごい好きで、高校時代からずっと聴いていたので、大学に入った時も音楽系サークルに私も入ってみたいって思ったのがきっかけですね。結構グースハウスさん、プレイグースさんもその声だけでとか、最小限のアコースティック楽器、あの楽器とバンド形式じゃないというか、そういう音楽が多くて、その声のハーモニーで奏でるみたいなのが基本だったと思うんですけど、それがすごい、声のハーモニーがすごい好きで、あの中に入りたいって思いましたね。それこそそのアカペラサークルに入っていたからなのか、私の周りが本当にクリエイティブな人が多くて、なんか親友もすごい YouTube とかで活躍してるし、それをその親友以外も結構その映像系だったりとか、あのメジャーデビューしてたりとかする、その界隈がそういう全体的になっていて、それの、まあ、ライブのお手伝いとか、そのグッズ制作のお手伝いもこの前やらせてもらったりとかして、そういう裏方系のお仕事もやることが多いですね。全然やりたいことというかさ、やってることが全く絞れてない生活をここ数年送っていて、まあでもそれはそれで、なんか今は風呂敷広げるじゃないですけど、できることを見れることやれることをが多い分にはいいんじゃないかなって思っているので、まだ絞らずにいろんなことを手を出してるっていう感じです。裏方のお仕事も多かったし、今ライティングも、まあ、どちらかといえば商業ライティングという部類に入るのかなになると思うんですけど、なんかその表現の部分で何か自分でできることが見つけられたらなとは思っていて、なんかそれがお金になるお金にならないとかではなくて、その自分のために何かできるものを見つけていけたらなって全然まだ探っている最中なんですけど、今後やりたいことの中
に入るのかわかんないんですけど、なんか今やってることすごく楽しいので、で今自分ができることをこうかき集めて、なんかこう全てを一緒くたにしてできるお仕事が やれたらなって思っています。なんかもともとそのやっぱり裏方の方が多かったんですけど、本当に最近なんかその表撮影とかその映画の話とか表に出させていただくことがなんか増えて、本当に最近なんですけどそこでなんかその自分も表現する側がにちょっとなってみたいと言いますか、なんだろう、なんか何かしらこうコンテンツ作りができる人にはなりたいなってうっすら思っています。なんか裏方のお仕事ももちろん楽しいですしやりがいあるんですけど、やっぱそこで表現してる人を見てるから、その楽しそうさ、楽しそうな様子とかってやっぱり伝わってくるので、自分もなんかそちら側に行ってみたいなっていう気持ちがうすうす出てきている段階なのかなって思います。アリサさん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。これが私のカバンの中身でした。ありがとうございます。概要欄に SNS のリンクを貼っていただいているので、よかったら見てみてください。今回も皆さんご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。